父ちゃん、タバコ吸っとるね。じゃあ、この辺にしようかな。じゃあ、ハンマーとその釘をください。よし、ほいほいほい、ありがとう。そうそう、こんな感じ。あ、反対反対、こっちが。うん、もうちょっとこっちにね。そうそう、ちょっと斜めになったかも。あ、ちょっとこれはね、斜めにやらないといけない。なんで？そしたら抜けにくくなる。出てる出てる。これテストでさ、下にできる。できるよ。今回はですね、タープのポールを追加ということで、こちらユニジアのポール、見ての通りですね、かなりコンパクトです。アルミ製のポールなのかな。長さもね、しっかりある上に、まあ、これぐらいに収まりますんでね、かなりいい感じなんじゃないかなと思います。何の棒なの？これはテントの棒。どうもミーです。パーパパさ、バンタンね、もうマジで。バンタンね、マジでね。よいしょ。おお、テーブル。あ、よし、じゃあ持ってきてください。4つ持っていきます。うん、よいしょ。これでもう終わり。うん、はい、テーブルできました。よいしょ。誰が手作りなの？誰の手作りでしょうか？正解は父ちゃんです。ありがとう。作りましたよ。これは何でしょう？英語でつけてるでしょうか？正解つけてるです。父ちゃん、下に置いていい？今度冷蔵庫のテーブル用意してもらって。うん、作っとく？今度。父ちゃん、めっちゃ木で作ってるじゃん。うん、このテーブルはつみちゃん家で作りました。では今回はこれは父ちゃんが作って、こっちがすみちゃんのところで作りました。ではコメント欄教えてね。チャンネル登録スイッチポチ。では皆さん、こんにちは、かいちゃんです。どうもかいちゃんです。父ちゃんもいます。では今回は実はですね、父ちゃんは何しとんのかな。ちょっと行ってみましょう。様子を見てきましょう。様子を見てきましょう。ここを寝るところにしましょう。ここを寝るところにしよう。ここをね、寝るところにします。はい、おいでね。これほどくんかね。これをほどいて、ほどいて、ほら、ここに、ここにしよう。寝るところ。うん、うん、おお、立ってる。そう、これで立つかな。テントに、これテントみたいなんだけど、寝るところが、なんか。そうそう、これテントだから。そうなん、うん、これもテント。このテントで寝たことなかったっけ。あー、ここ。うん、引っ掛けていいよ。あー、痛くない。全然これだけもう全然痛くない。痛くないだろ。痛くない。入り口どこなん。入り口はこっち。よし、では完成。完成しました。では、何で完成したかというと、
けのおかげです。よし。よし、もうちょっとこっちに。そう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 。どう？ベッドは2人で寝るんですけど、空気を塗らないといけません。空気を入れないといけないから。触ってみて、硬い？大丈夫かな？多分大丈夫。これでおしまい。イエイ。これでベッドは出来上がりです。出来上がりです。テントのやつ完成です。完成です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありました。こんなやつですね。はい、はい、ではこういう感じです。今日のベッドはこんな感じで、ネイチャーハイクのテント、クラウドアップ2かな、2です。2個です。上にアウターをかけるんですけども、そうではなくてインナーテントだけ、メッシュなので、夏はこれでいいだろうということと、あとね、本日誰もいません。僕ら2人しかいないので余計にはこれでいいだろうということで、中には足踏み式のエアマットを2つ入れてます。まあ、これでギリギリかな。じゃあちょっとお手伝いしてもらいますよ。はい。ここからなんか何でも入れますよ。はい、これを出しましょう。ちょっと出しますね。よし。あ、そう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 。それでお鍋が2つ入ってるけど、お鍋を持っていこう。うん。中はいらんから中だけ出して。はい、それで両方とも、こう、よし、両方持っていこう。持っていくならまた父ちゃん持っていこうか。うん。どのぐらいね？多め？多めかな。こっちにとくね。うん。こっちにも？寝る？よし、じゃあこれでいこうか。かえちゃんのところに持っていくよ。ゆっくり行くんでしょ？ゆっくり行きますよ。走ったらこぼれる。よいしょ。一発だ。あと決まる？まだ。まだじゃね。ちょっと置いとこう。ブクブクないのまで。そうそうそう。よし、じゃあブクブクなったのでこれ入れようか。これ今日はこれね、これです。ボロネーゼです。ボロネーゼ。よし、開けてください。あ、開けれん。よし、入れるよ。うん。よし、これでしばらく置いときましょう。おー、いいじゃん。じゃあ、あ、パスタ、はい、そう、ミニーちゃんはこういう時はいっぱい食べるから、ちょっと多めにやろうか。うん、入れられる？ミニー大好き。はい、これこれも。おまけでもうちょっとやろうか。こんなもんでいいんじゃない？うん、好きじゃん。こうやって、これで OK かな。もうちょっとスパゲッティあった方がええんか。いや、大丈夫かも。大丈夫？あ、大丈夫か。だいぶ晴れてきますよ。晴れてきたね、よかったね。晴れたね。これ見て、太陽ある。ほんまじゃ。おじちゃん、だっこ。できてきてるかも。
じゃあね、ミニちゃんにはお仕事。今度はお皿を出してもらいます。じゃあこれは父ちゃん、そっちしようか、木のお皿にしようか、こっちにしようかな。そう、ちょっと多かったかな、大丈夫、ね、おいしそう。麺が、麺がおいしそう、おいしそう、おいしそうです。うわ、めっちゃおいしそう。ちょっと待って、まず待って、まだ混ぜんとって、よし、完成？完成です。見てくださいよ、これ見てください、美味しそうなごちそうです。これはスパゲッティ、ミートソースもかけてます。わかります？わかった？知ったで。いただきます。はい、美味しそう。おいしい。ああ、よかったね。あ、熱っ。挑戦してみます、全部食べるとき。はい、挑戦ですよ。じゃあ今度はステーキをいきますよ。全部食べた、全部食べた、ちょっと見て。うわ、すごい、結局全部食べました。ティッシュで拭いておいて。ちょっとティッシュ、ちょっと待って、飲めない。じゃじゃーん、この葉っぱはいい香りの葉っぱです。管理人さんがですね、すぐそこでローズマリーを育てているということで、ローズマリーをですねちょっといただきました。ステーキを焼くということで、じゃあこれ使ってみたらと、ステーキを焼いたいと思います。イエーイ、いうことでいただきましたね。ちょっとやっていきましょう、ちょっと焼いていきましょう。レッツーゴー。はい、油をやっています。はい、見て、下すごいでしょ。あー、お肉常温にしてなかった。すごいでしょ、すごいでしょ。今日のお肉はね、2つのステーキです。ウルグアイ産牛肉ロースステーキ1532円。イエーイ。では焼いていきましょう、レッツゴー。いいですか。これぐらいでいいかな。よし、お肉を焼きます。いきます。兄ちゃんのお肉もいきます。おいしそう、みんなごちそうです。父ちゃんの、うん、だけ、うん、かけてみる？大丈夫。じゃあとりあえず一人で乾杯なんですが、カレニーさんからレモンサワーいただきましたんで、いただきます。ありがとうございます。失礼しますわ。失礼します。はい、来なさい。遅かった、父ちゃん話すぐ倍じゃなかったよ。ごめんよ、食べてもいいよ。ちょっとここで食べていいかな。いいよ、おいしい。あ、よかった。じゃあいただきます。
うん、美味しいですね。美味しいな。じゃあまた。おじちゃんも帰るのって。おじちゃんも帰る、うん、そっか、寂しいね。寂しい。朝早くてからもう倒れそうなんだ。どうって早く来て。どう、この中でやったかな。逃げんでもいい、逃げんでも。そうそう、できた。おじちゃんもやってみたら。いや、父ちゃんに。それとまだあと5分ぐらいこれバーって。お父ちゃん。OK かな。うん、はい。みんなでご飯食べよう。また見てね。じゃあねー。